おうち仕事が続いているあなた慣れない環境に戸惑っていませんか悩んでいることや困っていること不便だなぁと思うことちょっと話したいなって思うことあなたが今日少しだけ頑張れるように僕に時間を分けてもらえませんか息抜きちょっとしたおしゃべり気分転換お家で働くあなたのために おうち仕事メイトウィズワークさあ僕と一緒に今日もお仕事頑張りましょうお疲れ様です。 すみません急にちょっと仕事で確認しておきたいことがあって今お時間大丈夫ですかありがとうございますえっとそうオンライン朝会で言ってた先輩の企画書見ましたすごく面白かったです教えてもらって2秒でクラウド開いちゃいました先輩の作った資料すごく見やすいから参考にしようと思って実は僕 週末までに来週の勉強会で使う資料をまとめておけって言われててそうなんです社外の人も来るんですよいくら慣れてきたからっていきなり新人に任せるなんてうちの上層部ってチャレンジャーっていうが結構大胆ですよねえ評価してもらえてる ま任されるの初めてだったから緊張してたみたいです期待に応えられるように頑張らないとですね失敗するのも仕事って怖いこと言うな <laughs> 先輩にフォローさせる場面がないようにことぶて恵太郎頑張ります えちょっと待ってまだ切らないでくださいえっとそうだ先輩その後ろにある本棚の本ってもしかして去年映画化されたやつですかうわ何何何どうしたんですかカメラオフにしてるつもりだったんですかそういえば先輩っていつもカメラオフですよね 今日は珍しいなって思ってましたオンライン朝会の時もオンになってましたよ大丈夫ですよ先輩は今日も朝からとても可愛くてかっこよくて頼りになる先輩です <laughs> <laughs> えー、先輩の部屋全然綺麗だけどなてか先輩の部屋で片付いてないなんて言ったら 僕の部屋ジャングルですよそう見えないでしょカメラで見えるところだけ片付けてるんです他は1ミリも映せません気になるならバーチャル背景を設定しておけばいいんじゃないですかいろいろありますよ綺麗な風景とかゲームとか映画の背景とか配布してる企業もありますよねあうちの会社も何かあったような。 普通のやつでいいと思いますあそれいい今の青空のやつそれなんか外でデートしてるみたいで好きですえあすみません口に出てましたか今聞かなかったことにしてくださいうちにこもりがちだから ランチとか先輩と出かけられたらいいのになって思っちゃってありがとうございますでもその背景本当にいいですよ先輩の表情が明るく見えるし部屋もバッチリ隠れました脱線しちゃいましたねでも目的は半分果たせました 心配だったんです先輩のことさっき朝会で顔見た時なんか元気ないなと思って今朝だけじゃありませんこの前も恋にちょっと元気がなかったからこんなことを僕が言うのは変かもしれませんけどなんか気になっちゃってあの 僕でよかかったら話してみませんかほら誰かに聞いてもらうのって気分転換になるかもしれないじゃないですか僕が聞いたら「まずい話」ですかそっかなんとなく元気がないけど理由がわからないんですね。 在宅勤務って慣れないことが多いですもんねわかりますいちいち時間合わせてアプリ開かないと喋れないのって地味にストレスです僕もさっき先輩に声かけるのちょっとだけ勇気がいりました <laughs> 驚かせてごめんなさいでも今声をかけないと自分が後悔するって思って 仕事の確認なんて嘘ですごめんなさい本当は先輩が元気かどうか確認したかったんですあのもっと僕のこと頼ってくれませんか不安な時とかなんとなく人の声を聞きたい時とかパソコンがうまく動かない時とかどんな時でもいいんです先輩が何かを感じた時 一番最初に頼ってもらえるそんな人に僕はなりたいと思ってますそうだお願いがあるんです先輩が嫌だって思ったら嫌だって言ってほしいんですけど今度からカメラオンにしてミーティングに出てもらえませんかはい先輩が元気かどうか確かめられるからあと 先輩の顔を毎日見たいからねお願い <laughs> やった <laughs> 僕も毎日カメラオンにしますねじゃあまた今日も無理はしないように頑張りましょうね